はい、ということでですけれども、まずさっきの番組はね、まあ、あれでちゃんとしてたかどうかあれですけどちゃんとしたコーナーということで、まあ、ここからはまあザックバランに、行きたいと思いますけれども、どうですか、おばこさん、こういう若い人。いや、しっかりしてるしね、本当イケメンだよね。いやいや、ほら、フィギュアスケートもさ、ねえ、どこだろう、羽生結弦。いやー、ちょっと恐れ多いですね、それは。はい、自分では認めない方法で謙虚に生きてきたいやいやいや、それは町の、はい、今日は町のポロシャツで来ました。はい、この塩屋のロゴが入ってて、町のゆるキャラがユリピーっていうんですけど、はい、まあ、そこら辺の広報の活動かなと思ったので、すいませんでした、引っ張り出してきました気がつかなかったですね。ありがとうございます。どっちも見えなかった。そっちから見えるじゃないですか。拾っていただきました。ありがとうございます。あ、失礼し、ちなみにあれですか、あのギターとか弾かないんですか。楽器はダメですね。ダメですか。はい。こんにちは。歌もカラオケよく行きますけど、得意だとは思わないです。はい、演劇は演劇も、それはあんまり得意じゃないですか。はい。いや、でも何やってもなんかね、ね、とんでもございます。多分なんだろう、ボーカルとかでステージ上でこう歌ったり、まあ、踊ったり歌ったりしても、そのなんだろう、歌う技術とかそういうもの以外に、なんかお客さん引きつけてさ、離さないこう雰囲気があるよね。です。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです。声も通るし。そう、通る。そう、声がすごくね、通るね。ありがとうございます。ちょっと褒められて、ちょっと、はい、難しいです。自分とえらい違い。そんなことない。普段、趣味とかっていうと、自転車以外には、どんなことやってるんですか？基本的には、体を動かすのが好きなので、お、下谷町に来たら、いろんなスポーツをやらせてもらいました。いろんなスポーツ、やっぱり人手が足んないところが結構多いみたいな。なるほどね。若くて走れるやつはどこでも来いということで、野球、サッカー、バスケ、あと山登りもさせてもらって、自転車を始めて、で学生の時はずっと剣道をやってたので、そっちも続けたり、陸上の大会に出たり、はい、そんな感じで土日は動いてます。でもその野球とかサッカーは、いや、ちょっと人数足んないんだっていうのは分かるけど、なんか今別に人数関係ないやつ。うん、そうですね。ちょっと陸上の大会に出たのがびっくりしましたね。はい、陸上、県民スポーツ大会かな。でちょっと 400m リレーの人が足らないと。まあ、結果的に足りてたんですけど、はい。そうかそうか、選手団としては。そうか、人数足りないっていうことがあるのか、個人種目とかでもね。そうですね。塩屋中のところでやるやつでした。そうです、塩屋中の総合運動公園っていうところで運動をしてますね。そういう意味でもいい環境があるなと思います。何でしょうか、ユニカールとかやりました。ユニカールっていう、まあ、ちょっとホッケーが一番近いですかね。専用のタイルを敷いて、その上で、なんていうのかな、ちょっと説明が難しいんですけども、まあ、ユニカールという競技があるので、詳しくはぜひウェブで調べていただければと思います。ちょっと口頭だと難しいです。なるほどね。はい、あと、塩屋の道の駅、はい、あそこ、有名な人がいるんですよね。有名な人、あれ、船村徹先生かな。ああ、これは亡くなった、はい、はい、文化勲章を受賞された船村徹先生の故郷が塩屋町なので、はい、ふにゅう、そうですね、ふにゅうが船村先生の故郷というふうに聞いております。道の駅の駐車場、あれ自動にあれ音出るのは、あそこ行ったことないんです。そう、駐車場とか音出るんですか。音は出ますね。ちょっと私も
正確な情報をここで申し上げられないと恐縮なんですけれども、まあ、センサーがついてるのか、営業時間中に流しているのかは定かではないんですけれども、うん、音楽は流れますね。いや前にあの日光の方から帰ってきて、いやもうちょっと眠くてダメだと思ってさ、駐車場入って、うん、手前の方には何台かいたのね。で、あの、うんうん、まあ、なんだろう、邪魔にならないようにさ、シューって後ろの方行ったらいきなりすっごいでかい音するんだよね。そうですね。いやびっくりして、なんだこれはなんだこれは。いやおかげでもう眠気は吹き飛んで帰りましたよ。あれ多分、うん、なんか自分的にはセンサーかなんかで近寄ると、うん、という認識で私もいました。ちょっと詳細は不明です。はい。と、さっきのスポーツのつながりなんですけど、湧水の里、はい、塩屋湧水の里ウォーク、はい、とかマラソンとか、はい、両方出てると思うんですが、あ、しっかりありがとうございます。そこら辺のなんか思い出とかっていうのは、あ、そうですね、湧水の里ウォークは本番40キロ、 40.8 キロ真夏の山の日に歩くイベントが町内でありまして、うん、40.8 キロ、まあ、これはこれでかなりきつかったんですけれども、あのその前段階でですね、やはり真夏に40キロ歩くイベントですので練習会があるんですね。でその練習会にスタッフとしてちょっと参加させてもらった時に、あの私ハーフパンツを履いて、あの生足を出した状態で山に入ってしまったんですね。その時にまあ昼に食われまして、はい、もうすごい数の昼に血を吸われてしまって、あの山の怖さを体感したっていうのが湧水の里も一個思い出でございます。はい。え、あれって歩ってる途中でも来るの？あくまで私調べなんですけど、はいはいはい、昼って人の二酸化炭素を感知するセンサーみたいなのがあるらしいんですよ。インターネットで読んだ記事なんですけど、それを感知して結構飛びついてきちゃうっていう話です。そうなの。あの蚊とかもなんか二酸化炭素とかなんかっていう、ね、そうですよね。うん、もう湧水の里ウォークすごく楽しかった。地域の方がそれぞれエイドステーションで声援を送ってくださるイベントなので、歩いて楽しかったです。はい。熊野木？ん？熊野木星降る学校。はい。まあ、スタートゴール、熊野木ははマラソンの方でした。マラソンはですね、マラソンは熊野木は通らないと思います。私の出たのは通らなかったです。で、湧水の里ウォークの短い方の 40.8 キロじゃない方で中継地点になってたので、はいはい、親子で参加された方なんかは熊野木に足を運んでるんじゃないかと。熊野木星降る学校知ってますか？いたことあるけどね。結構なんか味のある宿泊施設ですよね。はい、町の廃校を利用した施設なので、昔の学校の感じが残ってるんですけども、まあいい部分は残しておいて、トイレとかお風呂とかそういうところは新しく改装したりして、そこで宿泊できるような施設になっておりますので、いいところだと思います。天体望遠鏡とかあるんですよ。そうですね、星降る学校熊の木という名前の通り、星が見える、星がすごく綺麗に見える地域なので。綺麗そうですね、うん、天体観測なんかも行っているというふうに聞いております。しかもなんか国で認定受けた覚えが。そうなんですね。それはちょっと私存じ上げなかったです。勉強不足でした。遠い記憶でそうなんで。はい、あったはずなんです。すいません、調べたかなら私が知ってなきゃいけない情報でちょっと、はい、後で調べて。で、まあぶっちゃけた話、さっきの感じだと、まだこっちに彼女とかはいらっしゃらないですか？いないですね。はい、まあでももう、その永住してずっといるっていう
感じなんですか。まあ、正直に申し上げると断言はできないんですけれども、うん、基本的にはこちらにいるつもりです、はい、やはりこの地域に居場所を見つけたと思っているので、できる限りお世話になった町の人に恩返ししたいとは思います。はい、いいですね。ちなみに、そっちのふーちゃんのには自転車だけ整えてもらったのは、はい、整えてもらったら自転車だけです。ああ、よかった、はい、なんでよかった、自転車だけ整えてもらった。あ、いやいやいや、いや だったらばいいんですね。じゃあ次行きましょうか。ふーちゃんの勝手に焼いた情報局。はい、これでいい。あ、これ？あ、これ行くんだったら、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ、今日はネタなし。今日は、あ、じゃあ。じゃあ、違う。え？じゃあ、こっち行きますか。じゃあ、ジングル行きますか。イベント情報局。はい、ということでですね、今週末も、来週も来月も、イベント盛りだくさんですが、その中から、我々が、まあ、深く関わっているものとかね、紹介していきたいと思います。まず19日日曜日、新しいイベントがまたまた誕生いたしましたということで、いたしましたというか、まだやってないんですけど、開催が決まってます。カフェでマルシェ、第1回目ですね。大田原でヒーリングカフェタイムとカフェ時間ということでですね、場所はカフェ&ごはんプチビラージュさんで、奇数月の第3日曜日午後3時間限定開催するということで、美味しいコーヒーや体に優しい手作りスイーツとともに、まったりと五感を癒すコーヒー時間を楽しみませんかということで、こちらは本当に癒しの時間となります。お、いっぱいあるんだ。1,2,3,4,5,6,7、7,8個、これお店、お店とかブースあるけど、これプチビラージュさんですよね。はい、やるみたいです。重なってこうやるんじゃない。重なってってマインドブロックバスターとかさ、あ、その辺は全部京子さんがやるようにしてたかもしれない。あ、なるほどね。うん、予約等は特に必要ありません。で、直接お店の方に行って、まあ、なんて言うんだろう、このいろんな案内があると思うんで、そちらの方楽しんでいただけるということです。カフェ&ごはんプチビラージュ大田原は、大田原市三原2丁目3174-22ということで、何と言いますか、場所的には100円ショップの後ろの方になるんですけれども、道としてはですね、探していってください。薬屋さん、病院、はい、何でしたっけ、木戸内科さんのを見つけたらば、それの隣の道を入っていくと突き当たりの方にもう大体見えますんでね、はい、わかるかと思います。そして19日の次が20日月曜日だけど、春分の日です。春分の日か、はい、はい、和光さんお願いします。あ、その前に、え、昼間葉っぱの会っていうのかなんかあるみたいなんですけど、見てきちゃったかなーっていうのもあのファイルもじゃあネットで調べてもらえますか。あった、やった、
4日、これだ、はい、あ、そうかそうか、3月の20日、心をつなぐ座談会ということで、葉っぱの時間第2回のテーマは楽しく暮らすためにはということで、3月20日月曜日の1時半から4時半まで大田原市障害学習センター、旧図書館ですね、そちらの方で参加費が一般が100円、学生は無料となっております。対象は、高校生以上ということで、参加希望の方は事前に事務局の方にご連絡だけ、入れてくださいということで、ワールドカフェ、この葉っぱの会がね、大学とかそういう中じゃなくて、本当に市民に一般的なところに大田原に初めて持ってきたんじゃないかなと思いますけれども、このワールドカフェっていう形式、これ私もね第1回目準備段階からいろいろ手伝わせていただいて、あ、このワールドカフェっていうのはなかなかいいなと思いました。これはですね、基本的には5、6人が一つのテーブルで一つのテーマについて好き勝手にお話しします。リーダーも取締役つ、そういうのはいません。ただテーブルの中でみんなから出た意見をこうテーブルの上に大きな模造紙とかが大体貼ったんです。そこにこうバーッと書き留めたりする、まあ全員がそれ書いてって結構なんですけど、まあ、それを中心にまとめる、まあ、ファシリテーターっていうのかな、そういうのが一人いるだけで本当に自由に思いついたことを喋ってきますんで、大体ね、今回のテーマ、第2回のテーマ、サブテーマがですね、居場所と仲間、都会と田舎、なんかぴったりそうじゃないですか仕事と余暇、心と体、お金と知恵ということで、まあ例えば居場所と仲間ということで、うん、なんか自分の居場所とかね、仲間について、うん、ちょっとこう思ってんだよねとかさ、ここら辺がちょっともうちょっとうまくいけばななんていうことを喋ってみると、大体ね他の人も同じようなことね結構考えてるもんで、それ5、6人だと話しやすいし、5、6人だと大体自分と同じような考え方を持ってる人がいるんですよね、うん、まあ本当にそれで、あ、自分の居場所っていうのが、あ、ここにもあるじゃんって見つかるようなね、そういうような、ただ単にその講座を聞くだけではない、でもね、よくあるじゃないですか、講演会とかさ、セミナーとかも30人とか40人でさ、なんか立って発表しなきゃなんないとか、あれはちょっと抵抗あるなっていう人も、そうだよね、うん、本当に話しやすくて、聞いてるだけじゃなくてね、自分の意見とかを言って、うん、自分の考え方とかもどん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 整理つくし、で最終的に全部のテーブルで出たそのね、こうメモしたキーワードとかを合わせて、こういう傾向がありますね、どれが正しいとかじゃなくてね、こういう考え方が代表的にこうね、大体、うん、くくるとこういうような意見がありますねみたいなところを、まあ、確認するところまでっていう感じです。さまざまな考え方が飛び出して絶対面白いこと間違いなし、皆様の参加をお待ちしておりますということで、3月20日月曜日1時半から4時半まで大田原障害学習センターの、葉っぱの時間ご紹介でしたということで、はい、そしてその、まあ、これ移動していただいても結構ですけども、ね、ぜひ、はい、終わったらば、黒羽の方に向かっていただいて、はい、はい、ハーバンドカフェ二見さんで、はい、ココブルーのライブというか、お、今回は小山田桃農園の、はい、那須野ヶ原シャングリラアウトバストリートメントの発売記念っていうね、お大事な、はい、宣伝のイベントが、記念イベント、はい、でも今回はね、二見さんのお食事代だけちょっとお願いしてるんですけども、はい、時間、開始時間が18時からです、はい、で料金は一人様2,000円、うんうんうん、でディナーとハーブティーとで、でアルコールは別料金ですけども、はい、多少置く予定です。おお、はい、で業務連絡で何がいいですか
今ここで参考までビールと赤ワインが飲めばいいかなって思ってます。たくさん飲むのね。ある程度飲むと思うんですけどね。はい、はい、お酒はいっぱい用意するそうです。はい、まああとぜひね、おつまみにアボカドなんか用意していただけるとちょっとボーカルがへこむんだよね。まだね、若干目大丈夫なのかな。はい、なんかネット上には明日締め切りとかって言ってましたけど、はい、大丈夫だと思って。まあ、ココブルーさんのね、はい、え、もしかしてあれ今年初めてっていうことはないかではないですけどね、うん、はい、はい、まあでもクローズドのね、ライブがね、うん、2、3回あったんで、あ、うん、なかなかなんかね、昔っていうかシーズン中、夏と春、夏、秋なんかはもうね、月に5、6回そうです、ね、イベントあったりするのに、最近ね、ちょっとおとなしいんじゃないって、あ、かけて活動してるんですね。去年がちょっと大変だったんで、あ、やりすぎ、やりすぎ、あ、でも来月また大変なんで今月はたまたまなかったんで、一つぐらいいいかなと思って。あ、なるほど、はい、でちょっと酒の情報なんですけども、はい、6月4日の、うん、榊原会館マルシェにちょっと出ること決まりました。およろしくお願いします。はい、はい、またボーカルさんが言っちゃうわけですね。あのマルシェとかでみんな楽しんで食べてる場合じゃないですよですね。めっちゃ合いそうなの。はい、それから、はい、そして、次の週になりますけれども、26日は恒例の大田原朝市、はい、毎月第4日曜日にやってます、あの大田原朝市なんですけども、今回も出店させていただきます。今回はですね、いつもギリギリになって食材を選んで決めるんですが、うん、早々にもう今決まっております。お、生産者の方から直接購入できることになりまして、今回はグリーンアスパラのカレーを初めてちょっと作ろうかと思っております。はい、でちょっと量もね、結構な量をちょっと購入できる方向性なので、今回のアスパラのカレーはちょっと今までと違った形で楽しんでいただけるかと思います。はい、お時間ある方はぜひいらしてください。よろしくお願いします。いつから作り始まるの？アスパラとか。あ、すいません。え、違った形って何？器が違うとかじゃないよね、まさかね。四角くないみたいな。普通は普通ですけど、まあアスパラも、ね、調理の仕方でちょっといろいろ変わるので、うん、それをアスパラをいろんな形でちょっと味わってもらえるように作ろうかと。アスパラ尽くし。そうですね、まあトッピングはまた別にチキンをつけようかと思ってますけども、あ、じゃあご飯の代わりにアスパラ細かくして堪能していただけるようにいろいろ考えたいと思います。なるほどね、はいはい、そして、来月になりますけれどもちょっと大きなイベントが、よっと、はい、4月9日に日曜日ですが、10時から3時まで58ロハスクラブで第3回58ロハスマルシェが行われます。で、ブースは雑貨が67、おー、フードドリンクで27、はい、ワークショップが19で、スポンサーブースネッツトヨタ栃木株式会社さんが、はい、新たに加わって盛大に行われるマルシェです。ボランティアスタッフとかも随時募集してますので、ご協力できる方はぜひロハスクラブさんまでご連絡ください。
え、これ、え、お店何店舗、はい、ここで数えただけでは114店舗なんですけど、これ下手すればさ、下手しなくても 小さな町ぐらいあるよね、100何店舗って、前回が確か80店舗ぐらいだったんですよ、第1回目が、飲食がなくて1600人いたんです、第2回目飲食が入って店舗が80店舗になりまして、3300人で、今回また店舗が増えまして、だから4000人ぐらいは来るんじゃないかと、自分も今回は初参加、一応矢板で初めてのイベントとして参加させていただくんですが4000人ぐらいが来るんじゃないかと見込んでます。はあ、前回もまた天気が良かったんだよね。そうですね、はい、いや、これコーンさんのカレー屋さんがさ出店するっていうのは本当にあれいいけどさ、はい、整えも出ちゃうの？出ちゃうの。3回連続なんかワークショップって書いてあるからね。ねえ、あ、ほんとだなんか作る整いましたっていうよりは出来上がりましたの方がいいんですか？え、じゃあ何3回目っていうことは、はい、解禁でしょ？そうですよね。このさ、ね、今の数を聞いただけでも、まあ、想像いただけるかと思うんですけど、この、58ロハスクラブ、これ山の中なんすよ、うん、とてもじゃないけど交通の便がいいなんていうことは誰も言わないところなのに、こんだけの人数が集まっちゃうっていうのは他のイベントと比べて何が魅力なの？雰囲気とか。あ、よかった、ないとかって言われたらどうすかなと家族で楽しめるような、お、まあ、お父さんでもお父さんが遊べるとお母さんが遊べると子供が遊べるような、そういうブースがいくつもあるんで、一日はいても飽きないような、そういう、はい、マルシェだと思います。規模もすごいでかいんで、で場所もすごい広いところなんで、ゆったり楽しめるようなそういうマルシェだと思います。ゴルフ場なんで、まあ、ザーッと芝生ですから、で昼時になると本当とにかく人がすごいんで、ここでもレストランはあるんですけど、はい、もうそこも街のお客さんでいっぱいになっちゃうぐらいなんで、で今回はね飲食のブースもたくさんあるんで、はい、だからジーパンとかでそういう格好で行って芝生でこう座ってみたいなのが、椅子があんまりないんだよね、あの、そうなんですね、だからもう開放感を楽しむ感じで行くのがいいんじゃないかと思います。ちょっとあれですね、あとね、前回はですね、もともとゴルフ場だった場所なので、はい、あのカートがたくさんあるんですね、それであの足腰ちょっと弱いね、お年寄りなんかもね、あの駐車場からその一番こうメインの会場までカートを使ってあの従業員の方がね送迎してくれたりとか、そういうのをしていたので随分喜ばれたそうなので、そういったこともね多分家族連れ皆さんで来られる一つの要因じゃないかと思います。はい、皆さんで楽しめるような状況にはなっていると思います。はい、そうすると、まあ、興味を湧いた方もねいらっしゃるかと思いますけれども、会場の58マルシェさんはまずはじゃあ4号線側からはどういうふうに行ったらよろしいでしょうか？はい、4号線からです と、片岡の、歩道橋があるローソンがあるちょうど信号があるんですね、それを、宇都宮方面に向かうと左に曲がります。左、要はあの喜連川方面ですね。あのあれですね、ローソンの脇を入るっていう感じね。そうですね、あのセブンイレブンの反対側、はい、反対側です、はいはい、あれを入りまして道一本です、その道なりずっと行ってもらえれば左側にあります。でもうあの入り口のところにはそのマルシェの時は旗がたくさん立ってたり、あの従業員がこう誘導したりとかしてくれますのですぐ分かると思います。はい、はい、ね、道が一本しかことないことをさ分かりやすくていいだろうって丁寧にも紹介してますけど、
じゃあ反対側、大田原の方からどうやって行けばよろしいでしょうかね。大田原の方からですと、桜山の町中から行きまして、はい、ファミリーマートがある交差点と、はい、T字路、はい、T字路を右に曲がります、はい、そこの1本ですそうなんだよね、あの道1本ひたすらです、うん、そうすると今度右側ですね。いや、はい、あのね、そう、ファミリーマート曲がった後に、あの私なんかどっちかっていうと、そう、あそこの通りはさ、大田原からあの宇治江方面の抜け道なのね、はい、いやもう一回曲がるじゃんと思ったらそっちが違うんだよね。そうそうそう、ファイブエイト行く方がまっすぐなんだよね。二つ目の信号で曲がるんだよね。そうそうそう、うん、はい、だからあの、うん、大田原の方から行く方はあの桜市っていうね、あの標識を目指して、うん、ずっと大体ね、もうみんな車の流れくっついていけばほとんどそっち行きますから。で、そこの T 字路のところでみんな曲がるところを左に T 字路、あ、T、十字路か、あそこ十字路ですね。十字路だね、はい、うん、あのみんながね、なぜか左にね曲がるところ、勇気を持ってまっすぐ進んでください。ちょっと上り坂になりますね。あ、そう、はい、うん、まあナビでね入れていけば、はい、ナビでも迷った人いたんだよね若干目、若干目ね、はい、うん、ということで、はい、じゃあ、コウさんあれか、はい、ね、初出店のちょっとこう意気込みを、ここのマルシェ、まあ、人がねたくさん出るっていうことで、うん、第1回目の時からいろいろね、あのご相談させてもらったりとかしてたので、うん、今年の目標として、はい、1回のイベントで100食以上売るというイベントの中での、ね、目標を立てたんですが、前回の黒磯のね榊原会館マルシェでですね、うん、早くもそこの辺までちょっと兆しがもう見え始まってしまったので、うん、今回はですね万全を期しまして、はい、準備は万全でできて、先ほどアルバイトも決まりました。おお、はい、はい、アルバイト決まり、短期バイトを3時間のバイトが決まりまして、そうか、はい、決まりまして、ちょっとあとは自分のやる気次第だって、うん、ちょっとモチベーションを上げてここに持っていきたいと思います。ちょっと記録を作ろうかなと思っております。はい、来ますね、頑張ります。でもあれだね、4月9日だからもう3月の下旬あたりからちょっと一か八か風ちゃんに整えてもらって、だって榊原の倍ぐらい売るようなこと言っててさ、榊原でもう終わる頃足腰ガクガクだったんでしょ。もう夜足、両足ついましたね。ダメじゃん寒さと疲れですね。あ、もうそれで、あ、もう次はバイトやったらダメだと、もう自分で一人でやる限界をもう越したんだと。それで普通に座ってご飯食べてたら両足つりましたていうかカレー屋どんだけ足つんでんのはい、今度は体はね健康第一で頑張りたいと思います。はい、でも風邪対策も一応しといた方がいいよ。はい、前回風が強くてね、はい、結構飲食店大変だと思う。あの某痛い系の方にテントをお借りすることになってます。あ、そう、はい、痛い系の方におもりも万全です、はい、そこら辺も一応全部確認取って、ちょっと店舗の場所がね角なんで、今回も、うん、前回も角だったんですが、ちょっと風受ける可能性あるなと思って、うん、ちょっと今いろいろ考えてやっています。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、那須塩原君だからちょっと南の焼いたと塩屋はだいぶ明るい話が多いんですけれどもね、那須塩原どうしたよってことでね、まあ、ということで来週のゲストさんもまた焼いたなんだって。那須塩原です。あ、よかったよかった、戻ってくるよ、はい、やっと戻ってくる感じですね。え、どんな方が。とヨガのインストラクターの先生、女性の方に来てもらいます。はい、次回俺ですか。え、そうですね
紹介、はい、自分、はい、今回は甘えちゃったんですけど、来週は頑張ってみたいと思います。いやでもあのアッコさん以来のあれだね、うん、あのね話すタイミングが合わない合わないこんな合わない相方は本当にということでまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。